年度末、コンシーラー、ファンデーションまとめ。こんにちは、ゆきです。これまで、カバー力の高いコンシーラー、ファンデーションを中心にご紹介してきました。どの商品もそれぞれ良くて、じゃあ自分は何を買ったらいいんだろう問題。この表に、今までの商品を区分していきます。縦軸は、カバー力が高いから低い。横軸では、ツヤとマット感を表現します。カバー力高い系、ファンデーション。 カバーマークフローレスフィット。これはカバー力が2.5のツヤマックス。マーシュフィールドクリーミータッチファンデーション。これはカバー力高くてツヤが1。だからここですね。次、シャレなリキッドファンデーションとシャレなパウダーリーファンデーション。これ書いちゃった。この2つを私は同じところにしました。両方カバー力は0。 ツヤ0.5カバー力ゼロの基準は私のこの大きいシミ2個をトントントンと叩いてすぐにシミが浮き出てきてしまうものはゼロとしました。だから全くないわけじゃないんですよ。あくまで私基準です。あともう一つですね。マーシュシールド FC クリームファンデ S カバー力2.5マット感2としました。ここだね。ちなみに 一般的に売ってるファンデーションとの違い目安として今手元にマキアージュドラマティックジュエリーリキッドを持ってますもし私がこの表に入れるとしたらここカバー力0ツヤ1に入れますこの商品もカバー力歌ってるのでもちろんカバー力あるんですこの頬じみ基準でいくと0になるってだけで大体このあたりに私ならしますカバー力高い系コンシーラー なぜか音声が取れてなくて少しの間口と言葉がずれます。ごめんなさい。縦軸は先ほどと一緒。カバー力高いから低い。横軸はテクスチャーの重さで判断します。重いから軽い。スポーツカバーファウンデーション。二つともカバー力最大、星3つ。重さは S が3、H が2.5。ダーマカラーカモフラージュパーフェクトコンシーラー。こちらもカバー力は最大、星3つ。 重さは2.5としました。シャレなカバーファンデーションアソート。カバー力2、重さ1。最後、メイベリンインスタントコンシーラー。カバー力0、軽さ2.5。さて、ここ3つをカバー力3の最大にしました。何が違うかというと、硬さで説明した時に、私 H の方が硬いって言ったと思うんです。今回、重さだから、全体用の S を最大にしてあります。 柔らかいのはこっちなんだけど S の全体用の方がねっとりしてるんです。H の部分用は油感があるので伸びがいい違うんだよなダーマカラーが H と似てます。あ、これね。スポッツカバーの S と H の間の触り心地がダーマ。ねっとり重いスポッツカバー S と油分で 伸びの良い,い H の間がダーマだわ。あー。なるほど。カバー力はどれもすごいんですが、テクスチャーがちょっと違います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。これらの商品をどのように使い分けようと思ってますかと聞かれております。普段使いはマーシュフィールドクリーミータッチファンデーション。お出かけ使いはまだ変えてないけど、カバーマックフローレスフィット。そしてマーシュフィールドクリームファンデ S に関しては、 コンシーラー使いにしてます。これだけでこう全面を塗ることは私はないです。めんどくさがりなので。シャレナのリキッドファンデとパウダリーファンデは滅多に使ってないです。YouTube を発信してきて一番私自身の使用感と動画を通した時の皆様の反応が違うなと感じたのがこの商品。何かというと映像を通すとより綺麗に見える。シャレナは映像用に作られてる商品で普段使いもされてる。当然かもしれない。 びっくりしたんです。コメント欄が綺麗綺麗で溢れ返ってたから私が使ってみて思うんです。頬に毛穴が目立つ時ってないですか頬の毛穴の凹凸を整える下地を塗ってからシャレなのパウダーやリキッドを塗るとより綺麗に見えるそりゃ何でも毛穴の凹凸整えてからの方が綺麗だと思うんですがそれが如実に出る なんでだろうな。ただのね、密着感があまりないというか、パウダーもリキッドも、キメが細かくて軽いんですよね。だから映像を通した時の光沢感が出るのかな。カバー力高い系コンシーラー。カバー力高い、そして重さがある商品を頬のシミに使ってます。スポッツカバーファウンデとダーマカラーは頬のシミそこよりはカバー力は落ちるけれども、柔らかさがあるシャレなカバーファンデーションはクマに使ってます。 ベリンのインスタントコンシーラーは黒の光飛ばしもう完全にそれです全商品の中で私はダーマカラーカモフラージュに出会ったのが一番最初だったので慣れてるっていうこともあってシシミミ隠隠そうと思っったらすすぐダーーマカラーを手に取って頬のシミは隠しますでもこれだけの商品手に入ってるのでどれもちょっとずつ使いたいなというケチケチいやせっかく買ったんだから大事にしたいという思いが働くので日々少しずつ使ってます アララフフォーーーーーから綺麗になる第一期カバー力高い系ファンンンデシションとコンシーラーを区分ししてみましたこのチャンネルは見ていただいている皆様にこれがいいですよあれがいいですよって教えてもらったりこの商品をもっとこう使ってこう使ったらこうなるよって教えていただいて成長してるチャンネルです。ちょうど1年が経ちました。皆様本当にありがとうございます。これからもまた色々と 計画しておりますので引き続き楽しんでいただけるものになるように頑張りますチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします今日もありがとうございますまたねバイバーイ